北口駅舎石狩東別駅は、北海道石狩郡東別町西樹町55-9にある、北海道旅客鉄道札沼線の駅である。駅番号は、G13、電報略号はタウ東別町の代表駅である。1976年の石狩東別駅と、周囲約750メートル範囲、左が、札幌方面、単式と島式の複合ホーム2面参戦。 駅舎横の札幌方に長い上屋を持ち串状の長い切り欠き機を有する貨物ホームを持っている。このため、駅舎前の短式ホームはほとんど島上に近い。駅裏は外側に留置線もしくは貨物積み下ろし線を有し、そこから北にある木工所の道路上を円弧を描いて、敷かれた短めの引っ込み線、右側の転車台の残る車庫への入出庫線、本線新突川側に沿って、 最初の踏切まで伸びる、留置線が分岐する九百四十九年から九百五十六年までの短い間、当駅北側から現在の道道十八号線に沿って、当別川上流の青山ダム近くまで敷かれた、植民軌道の当別町営軌道が接続していた。当駅の島式ホーム上にある、待合室の北正面にある赤屋根の建屋のあたりが、停留所が設けられたところで、 軌道は、木工所とその左の公園との敷地界より、少し木工所よりを、この境に並行して、斜めに北上し、そのまま延長して、本線右手の踏切を越える道にぶつかると、この道沿いを北上した、国土交通省国土画像情報をもとに作成、東別町町名の由来も、三省町名より、他に、同音の駅があるためとして、なお、東別町では、 殺傷線北海道医療大学駅延廃止に関連し自治体名を石狩市と誤認している町外の方が多いとして当駅と石狩太美駅の駅名から石狩の削除を含めた解消を協議するとしている端式、島式複合ホームに面三線を持つ地上駅で他に側線を一本有する緑の窓口、自動券売機、自動改札機が設置されている管理駅として 石狩太美駅と北海道医療大学駅を管理下に置いている。当駅にはもともと運転士の配置はなかったが、1991年11月に、薩沼線北部の系統を担当する運転士が配置されていた。これは、内部運転所から、航路、要因が移管されたものであった。同時に、札幌保線所石狩東別保線管理所が当駅に移管されており、 石狩東別駅公務として、石狩東別駅エリアの保線業務を担当した。石狩東別駅公務は2014年9月に札幌保線所に戻され、現在は札幌保線所石狩東別管理所が再設置されている。また、当駅に配置されている駅員の中から交代で、現在佐商船秘伝各間で唯一の列車交換可能駅となっている石狩月型駅に派遣され、 同駅における窓口業務にも当たっていた。新聞に、北海道医療大学駅新戸津川駅間の廃止に合わせ、以下の弁当を2002年4月4日から、期間限定で7時台に設定されている、新戸津川駅普通列車発着時において、土日のみホームで販売していた。石狩東別駅での駅弁の販売は、昭和初期に、駅のホームで駅弁の立ち売りを行って、以来、 約70年ぶりである。なお、同年4月29日から5月6日は、毎日ホームで販売するとしていた、新聞3、2009年度の1日平均乗車人員は2340人で、ある。近年の推移は、下表の通り、東別町コミュニティバス、東別駅南口バス停駅周辺は、市街地である。駅の北に、白樺公園が、南に、駅前広場があり。 市街は、駅の南側に厚く広がる。高い建物は少ない。商店街は駅前ではなく、南東に少し離れたところにある。北海道旅客鉄道佐商線石狩富美駅、石狩東別駅北海道医療大学駅港、あたり軌道港あたり軌道線東別駅わらびた駅、東別町駅道東別町駅道線、東別停留所六県町停留所、ありがとうございます。